23年藤波、0勝4敗20点2回、防御率 13.945 マイナス 1.5。 22年筒香8月3日に首、50試合1割7分1厘2ホームラン19打点 OPS4785 マイナス 1.7。 藤波の棒積み上げるペース早すぎてくさ、この時期に迫ってる時点でやべえんだわ。試合数やイニング数考えると驚異的やないか。マジレスすると投手は基本5マイナスにならんようになっとるからな。野手棒とは比較できん。体感投手の5マイナス1が野手棒のマイナス2ぐらいや。だから藤波はヤバすぎる。投手でこのペースでマイナス 1.5 はド派手にレジェンドや。歴代最低記録って狙える？中途半端な成績で終わるより突き抜けた方がええ。5月いっぱいでメジャーから消えるって言われてるな、このままやと。5月いっぱいまで持つんか？何回イニング数の契約とかあるんかな。アンチオツ、これだけマイナス計上したのはそれだけ信頼されてるって証だから、本当にゴミならここまで膨らむ前に消えてるから。4億と元メジャーリーガーの肩書きゲットした藤波の勝ちよ。かつてメジャーリーグの頂きに立った男を名乗れるね。あのルーキー自体の凄さからここまで落ちた選手なかなか見ないわ。100マイル投げれるってめちゃくちゃ貴重な才能なのにな、もったいない。貴重だけど貴重なだけだからな。アンガールズ田中に188センチあるなら野球やればいいのに、もったいないって言ってんのと一緒。藤波は練習しなくてもいいと思うんだけど、ちゃんとセカンドキャリアのために準備してるかは心配だな。元メジャーリーガーの肩書きあるから、絶対解説に使うとこあると思うぞ。アベマとか歴代最低の投手は伊達じゃないな。勝つ気あるかないかとかは置いといて、今後一生見ることができない歴代最悪の投手見られてるんやからすごいやろ。